マークさん。おはようございます。パトリシアお嬢様が、パトリシアお嬢様が。ああ、そのことでトレバー卿に話があるんだ。通してください。はい。おお、マークよ。パトリシアは一緒じゃないのか。昨日出て行ったまま家に戻ってこんのだ。実はそのことでお話が。パトリシアは実は十字団の奴らに連れ去られてしまったのです。俺がついていながら申し訳ありませんでした。そうか、そんなことに。パトリシア、本当に申し訳。気にするな、マーク。あれはおてんばなところがあったから。いつかはこういう事件に巻き込まれると危惧はしていたのだ。しかし、俺さえしっかりしていれば。そう思ってくれるのならば、パトリシアを助けてやってくれ。頼む。頭を上げてください、トレバー卿。そんなことはもちろんです。実は、すでに脅迫文が俺のところに届いていて、その誘拐した犯人の要求が。なるほど、銃、エーテルブラストか。あれがないと。しかし、オックスフォードで奪われてしまったエーテルブラストが今どこにあるのかが分からなくて。トレバー様、例の華僑がまたやってきてます。いかがいたしましょう。あやつか、放っておけ。今はそれどころではない。そう思いまして追い返したのですが、今日はどうも先方もしつこくて。何でもどうしてもトレバー様に見せたいものがあるとかで。そうなんすよ、旦那。ズーズーしい男だ。玄関で待っていろと言っただろう。いやいや、そこまでしてもトレバー様に見せたいんですよ。お久しぶりにお目通り願いまして光栄です、トレバー卿。今立て込んでおる。後にしろ。まあまあ、お怒りになられる前にこれを。あ、エーテルブラスト。あ、これが。おや、この銃をお尻ですか。貴様、この銃をどこから手に入れた。そちらの失礼な男は何者ですか、トレバー卿。私の大事な友人だ。友人の問いかけに答えなさい。これは失礼よ。しかし、物品の出所をお話しすることはできないんですよ。そんな。そういう商売なんで、あしからず。この銃を売りつけに来たのか。へえ、その通りで。でも、どうやらかなり入り用の銃らしいですな。買ってやる。いくらだ。トレバー卿。いいんだ。で、いくらなんだ。へいへい、こちらは1億シリングで。なんだと。この賊め、あまり調子に乗ってると痛い目に遭うぞ。おっとっと、
冗談の通じないお方たちだ。まあ1億シリングなんて数字は冗談でやんすよ。でもどうやら値段を再考してくる必要があると思いましたので。そうですね、また後日こちらへ出向かせていただきましょう。そんな、その銃はすぐにでも欲しいのだ。早く値をつけろ。そうおっしゃられても。ですから今お譲りするのであれば1億シリングで。バカなことを。商談決裂ですな。ま、他のお客様もいることですし。わかった、明日までに値をつけてこい。いい値で買ってやる。これはどうも。トレバー卿からそんな優しいお言葉をいただけるとは。いい値で買ってやるから誰にも譲るんじゃない。わかったな。へい、それでは。トレバー卿。まさかあの男が持っているとは。あの男は何者ですか、トレバー卿。あの男はリン・パクローという東洋人だ。自分は真の国の名家の出身で華僑の端くれだというが、その実泥棒が盗んできた盗品を扱うブローカーだ。なるほど。確かに東洋人のような風貌はしていましたが、華僑とは大きく出たものだ。あれではいいとこ真の国からの密航者にしか見えない。確かにな。しかしそれよりもだ、今はあの男がエーテルブラストを持っているという現実を直視しなくてはならないな。そうですね。しかし買い急いだのは良くなかった。あれではあのリンという男を突き上がらせてしまうだけで。よせマイクロフト、そんなことはトレバー卿も身に染みて分かっていらっしゃる。確かに我が娘可愛さでついバカなことをしてしまった。出過ぎたことは申し訳ありません。いや、いい。こういう時は自分が情けなくなるんだ。パトリシアのためにもあの男から銃を。そうだな。そうね。もともと盗品なのですから盗んでも罰は当たりませんよ。どうせならあの男のねぐらを襲ってやりましょう。そんな。目には目をですよ。しかしあのリンって男がどこに住んでいるのか。あの手の職業の男は住居を転々とするのが普通でしょう。今のロンドンならば隠れるところなんてテムズ川に浮かぶ魚の数ほどありますよ。何の例えなのそれ。腐るほどたくさんってことだよ、ジュエル。なるほどね。彼、リンはきっとどこかの公共の建物に身を隠していると思います。そうですね、閉鎖されている国会議事堂やビッグベンの時計塔の中。どうしてそこだと思うんだ。彼の着ているものから特殊な油の匂いがしました。機械の油なのですがかなり良質だ。こんな油を使う場所なんて政府から金の出るところと決まっています。しかもリンは耳が遠そうだった。トレバー卿とのやり取りの際にかなり耳に意識を集中していたように見える。どこか大きな音のする場所をねぐらとしている。そう、例えば大きな時計の鐘の近く。なるほど。
そして彼がビッグベンに住んでいることはトレバー卿もご存知のはずだ。違いますか？おお、リンは確かにビッグベンの屋根裏に今はいると聞いている。どうしてわかったの？銃を持って帰るとリンが言ったときに、トレバー卿は落ち着いておられた。明日までという期限がつけられるのはリンの居場所を知っておられるから、そういう安心感があるのだと思っています。マイクロフト君の言う通りだ。やっていることは悪いことかもしれないが、リンの仕事は正確だ。彼はまず自らの居場所を客に教えて信用を得るようにしているはずだ。目指す場所が見つかりましたね、マーク。ああ、ビッグベンだろうがエベレストだろうが、どこにでも登ってやるぜ。その意気です。すまないマーク、頼んだぞ。少し気が引けるけど、盗んだものを盗んだって犯罪じゃないわよね。よし、それじゃ目指すは国会議事堂だ。頑張ってくれ、パトリシアのためにも。パトリシア様を助けてください。厄介なことになりそうですね。どうだろうな。とにかく様子を伺おう。わかったから落ち着くんですよ、ミスター侍よ。やかましい。貴様、盗品を安く買い叩いて貴族どもに高く売りつけているそうじゃ。盗品が世にあふれるようなことは俺が許さん。勘違いですよ。盗品を本来あるべき場所へと戻すのが私の仕事ですが。嘘も方便というものじゃ。俺の我慢が限界に達する前に俺の探しているものを誰に売ったのか教えろ。さもなくば。切る。何を。とりあえずこの場は逃げるに限る。さらばだ。正気か。俺は死なん、死ねんのだ。この場で貴様のような狼藉者に殺されてたまるか。また縁があれば会おう、ミスターサムライ。逃げるとは卑怯ぜよ。くそ。ややこしいことになってたみたいだ。ややこしい。何のことなの、マック。なんて言えばいいのかな。外に誰かいるんじゃろ。隠れてないで入ってきたらどうじゃ。バレてるじゃないの。なんてことだ。どうした？
何かここの部屋の主に用ではなかったのか。参ったな。お見通しだ。どうするの？入るしかないでしょ。おどおどすることはありませんよ。そうだな。悪いことをするわけでなし。盗みに入りに来ていて悪いことをするわけではなしはないんじゃない？まあまあそう言うな。ほら入ろう。念のため懐の銃は握らせてもらおう。この部屋の主は残念ながらその窓から飛び降りてしまった。え？そんな。安心しろ。あの男死にそうでなかなか死なぬ。耳を澄ましてみろ。何の音だ？機械音だが変な音だな。聞き慣れないというか。飛空艇とかいう空を飛べる機械だそうじゃ。まさかここに置いてあるとは。おかげでまんまと逃げられてしまった。俺も凛に少し用事があったんじゃが、このありさまだ。失礼ですが、あなたは？俺は龍馬という。あんたらは何者じゃ？俺はマーク。俺たちも野暮用でリンを追いかけていたんだ。なるほど。まあ干渉はせぬ。奴の部屋を荒らしたければ荒らすがいいじゃろう。俺はリン自身に用事があったのでござる。では失礼。どこかにあればいいんだが。きっとありますよ。あの奥に続いている狭いところが気になるわね。女の勘を信じましょう。まずは向こうへ。危険近寄るな、リン・パクロ。何それ？何かあるんでしょうか？行ってみないとわからないね。どんどん進んでみよう。
あんた方の探し物は見つかったでござるか。よかったでござるな。これで十字団にコンタクトが取れますね。何？十字団？今十字団と言ったな。十字団と。何ですか？十字団とはバラ十字団のことか。答えろ。そうだが。すまぬ。もしかしてあんた、いや、あなたたちもバラ十字団を追いかけているのでござるか。あなたたちもって、あんたも十字団を？ご同志かもしれん。よろしければお話を伺いたい。ああ、いいでしょう。それよりもここを降りましょう。それではご一緒させてもらうでござる。これでも武士の端くれ、戦いには自信があるでござるよ。それじゃあジュエルは後ろをついてきてくれるだけでいい。自分の身はちゃんと守ってくれよ。え、分かったわ。いつものパブへ行きましょう、マーク。そうだな。龍馬と早速話がしたい。マスターにも早く元気な顔を見せてやらないとな。まず俺のことを先に話させてもらおう。構わんかね。ああ、聞かせてもらおう。俺はこの風貌の通り、東洋の国、日本からこの国に渡航してきたのでござる。やっぱり日本人だったのね。日本って黄金で全てのものができているんでしょ？それって本当なのかしら？どこからそんな知識を手に入れたんだ？そうじゃないの？残念ながらそれは大きな勘違いでござるよ。まだこちらのように工業の発展もできていないただの小さな島国でござる。そうなの。残念だわ。今日本は国の中で大きな喧嘩をやっているでござるよ。同じ国の人間同士で殺し合いをするんだ。みっともないことでござる。確か日本では今政府機関が変わろうとしているはずでしたよね、ミスター龍馬。呼び捨てで結構でござる。堅苦しいのは苦手でござるよ。わかりました、龍馬。彼の言う通り、今日本は激動の世の中を迎えているでござる。俺はその激動の中を生き抜いてきたのでござるが、残念ながら志半ばで暗殺されてしまったでござるよ。暗殺されてしまった？どういうことなの？あなたはまだ生きているじゃない。俺は日本では殺されたことになっているでござる。あんたたちに言ってもわからないでござろうが、寺田屋で新選組に踏み込まれ殺されてしまったのでござる。寺田屋？新選？寺田屋とは、まあ、ここのパブみたいなところでござる。宿を貸したり飯を食わしてくれたりする場所でござる。ジャパニーズパブってわけね。あと新選組とは俺を敵対視していた団体の名前でござる。なるほど。話がよくわからないのだけど、その寺田屋で殺されたあなたがなぜここに？
殺された俺は影武者でござる。俺は同じ寺田屋にいたのでござるが、新選組が踏み込んできたとき、俺はうまく逃げおおせたでござる。影武者は残念ながら殺されてしまったのでござるが。ひどい話ね。あの時は辛かったでござる。俺も一緒に死ぬつもりだったが、仲間たちは俺を逃がし、影武者で龍馬が死んでしまったことにしようと言ったでござる。影武者の死を無駄にしないようにと、そう言ってくれたのでござるよ。なるほど。日本に愛想が尽きたわけではないのでござる。だが俺がいなくても日本は変わるでござるよ。うん。変わった日本は発展しなくてはいけないのでござる。だから俺は時代を見越してこのイギリスに渡ってきたでござる。俺はここで日本のために、未来の日本のために見聞を広めなければならないのでござる。どうやらあなたはすごい人のようですね、龍馬。いやいや、そんなことはないでござるよ。こっちに渡ってきてからというもの、いろいろなものに驚かされたでござる。己の国の小ささが身にしみてわかったでござる。そんなことはありませんわよ。あなたのような立派な人がいるのだもの。いやいや、滅相もないでござる。日本人は謙虚な人が多いと聞きましたが、本当なんですね。ところで話は変わるが、あなたと十字団にはどういう関係が？ああ、そう。十字団でござるな。俺はイギリスにやってきてからというものを、食うものも食えずに野垂れ死にかけていたのでござるよ。しかもこちらの言葉だと一言も話せない。どうしようもなく困っていた時期に、ある女性に出会うことができたのでござる。女性？彼女は見ず知らずの、しかも外人である俺に対して驚くほど優しくしてくれたでござる。彼女は素晴らしい女性だったでござるよ。過去形ですね。やがて俺がこの場所で生きていけるようになると、彼女は知らぬ間に俺から離れていってしまったでござる。彼女にもう一度会いたい、そう思っておるでござるよ。それでその彼女と十字団が関係あるのかしら？彼女はバラ十字団の一員であると話してくれたことがあるでござる。バラ十字団という団体が何であるかは教えてくれなかったんじゃが、その団体を探すことができれば彼女ともう一度会うことができるはずでござる。そうなんだ。実際リンのところへ行ったのは、実は十字団のことについて情報を得たかったのでござる。リンが十字団のことについて何か知っているのか？やつが盗品ブローカーであるということは承知でござるな。やつのお得意様といえば、貴族と裏の世界に通じる大物たちでござるよ。ゆえに裏の世界に暗躍するバラ十字団のことを知っていても不思議ではなかろう。リンを問い詰めれば十字団のことを知っているかもしれないと思ったのでござる。なるほど。俺が十字団を追いかける理由はそんなところでござるよ。どうやらあなたたちは俺より十字団について知っているようでござるな。よければ教えてくれぬか。俺を信用してもらえるのならば、あんたたちの話も聞かせてほしいでござる。わかった、お教えしよう。でも龍馬、そのござるはやめてくれない？
こちらがかしこまってしまうわ。私たちに気を使うことはないのよ。これは失礼をしたでござ。おっとっと、まだ英語には慣れていないもので、しかもこちらは紳士のお国柄と聞いた。これからは気をつけることにしよう。ありがとう、龍馬。あなたの会いたい人がそんな結社の人だなんて信じたくないことだと思うわ。でもそうなの、事実なのよ。いや、落ち込んでいるわけでは。彼女がそのような団体にいることを悲しんでいるんじゃ。彼女をそこから救ってやらなければならぬ。これからもあなたたちとご同行させていただきたい。もちろんあなたたちの力になれることがあれば尽力させていただこう。こちらこそ助かる。よろしくね、龍馬さん。一緒に十字団の野望を砕きましょう。ありがとう。強い味方も加わった。急いで待ち合わせの森へ向かおう。どこから向かえばいいのかしら。セントパンクラスという駅に向かえばいいはずだ。急ぐぞ、すぐに列車に乗り込むんだ。ここがシャーウッドの森ね。通称あやかしの森と呼ばれる森だ。なんだか怖いわ。この森のどこかに指定された場所があるはずだ。神殿なんてこんな森の中にあるのかな。頑張って探すのだ。ここに十字団の奴らがいるんじゃな。龍馬さんの探している女性が見つかればいいのだけれども。ありがとうよ、ジュエル。さあ、行こう。早く神殿とやらを見つけるんだ。私はこの森の主じゃ。あんたらこの森に入るつもりかね。それならばこの森に入るための心得を2、3お教えしよう。この森の入り口はこのように一本道じゃ。しかしわしの横にあるこの道を進んだが最後。この森はあやかしの森として旅人を苦しめるのじゃ。奥に行けば行くほどこの森は抜けられぬようになる。木々の生え方をよく見ておくのじゃぞ。この森のさらに奥深くに行きたいのならば、左に傾いた枝のない一本木の左上の道を行けばよい。ただし一筋縄ではこの森は抜けられんぞ。森の奥深くには朽ち果てた神殿が待っておる。朽ち果てた神殿では像があるんだぞ。ち、受けなかったか。よいな、すべての像を何度も使うのじゃぞ。わしが教えできるのはそれだけじゃ。教えを忘れるでないぞ。もっとも
戻ってくれば何度でも教えてやるがの。さあ行くがよい。あやかしの森への入り口はこの横の道と、この先を行けばもう一つ道が開けておる。どちらから行くかはお主ら次第じゃ。無事に戻ってくるのじゃぞ。どうやらここが神殿のようだな。そうね、確かに荒廃してるな。バラ十字団には精霊の家という集まる場所があると聞きます。そしてそれは深い森の中、もしくは険しい山の中にひっそりと存在して、普通の人には出入りすることができないと聞いたことがあります。もしかしてここはその精霊の家ではないのでしょうか。なるほど。それではここに十字団の奴らが集まっているというのか。ここには俺の探している女性がいるというのだな。それはわからない。でもマイクロフトの言う通りならば、その可能性もあるということだな。早く入らんのか。焦るんじゃない、龍馬。どうせここに入らないと何も始まらないんだから。興奮してしまった。すまない。いや、いいんだ。気を取り直してどんどん中に進みましょう。パトリシアが中で待ってるのよ。その通りです。早く行きましょう。パトリシアか。わからん。でも踏み込むのはよそう。できることならパトリシアだけを助けてやって、銃とジュエルは渡したくないからな。様子を見てみるぞ。
お願い、やめ。可愛いんだから。本当に可愛いわ、憎いくらいに。またアドラーの悪い癖が出そう。あまりいじめてちゃダメよ。いつものことでしょ。何するの。やだわ、これだから生娘って。ねえ、そろそろ交代してよ。使い物にならなくなったら困るじゃないの。そうね、はい、離してあげる。よかったわね。もうやった。私気に入っちゃいそう。いいわこの子。あんまりいじめないでね。私その子気に入りそう。誰か助けて。やっ、痛い。もうやっ。ほら、いい子だから抵抗しないの。このまま逆らわずに体を任せなさい。もうすぐ気持ちよくなるわよ。やだ、助けて、マーク。ストーナー、私ダメだわ。この子好きになれないわ。あら残念。殺しちゃいましょ。仕方ないわね。そっちから呼んでおいて、誰はないんじゃないのかな。てっきり途中の森で死んでいたかと思ってたのに。おあいにくさまね。まあ、楽しみが一つ増えたというものだ。エーテルブラストとシャイニングスターは持ってきたのか。ここに。よろしい。ストーナ、その子を殺すのを待ちなさい。はい、アドラ。先にこいつらを始末しましょう。約束が違うぞ。約束？笑わせるわね。元からそれらエーテルは私たちバラ十字団のものなのよ。いわばあなたたちが奪ってしまったのよ。泥棒に真実を告げる必要はないわ。これからあなたたちは正義の名のもとに処刑されるのよ。勝手なことを。正義の名が聞いて呆れるわ。どちらが正しいか、ここで決着をつけてやろう。
なんだ。これは。何か知っているの、マイクロフト。バラ十字団のある一つの儀式なんですが、錬金術により魔のものを操れる彼女たちは、寿命もしくは死の時が来た時、魔物たちの慰め者にされてしまうのです。そんなそのような儀式をよく受け入れるものじゃな。彼らは賢者の石を手に入れることにより不老不死の体を手に入れることが可能だと信じていますから、死ななければずっとコウマたちにいたぶられることもないのです。なるほど。おい、こら！貴様ら勝手に死ぬんじゃない！貴様らには聞きたいことが！龍馬、もう無理です。パトリシア。いや、マーク。来ないで。大丈夫だ。怖い思いをさせたね。何かもう大丈夫よ。こんなに怖い思いをしたの初めてよ。すまん。もう嫌よ。今はこの場所から帰ることだけを考えましょう。帰りも怪物たちは現れるわよ。今は無事みんなで戻ることだけ考えましょう。まったくだ。こんな場所にはもう一時たりともいたくはない。よし、ロンドンに戻ろう。一刻も早くですね。マーク、とりあえずロンドンに戻ったらマークの部屋へ戻りましょう。そうね。パトリシアのこの様子ではトレバー卿に合わせてもどうなるかわからないわ。わかった、そうしよう。
やだ、何これ。やられたな。またもや卑劣なことを。こういうことを平気でする奴らなのか。まったく胸くそ悪い。案の定だ。こりゃひどい。まったく何をしでかすんだか、バラ十字弾の奴らめ。私のうちは、うちは大丈夫なの。パトリシア、うちが気になる？マーク、私はパトリシアを家に連れて帰るわ。不安がっているみたいだし。頼む。気をつけて。とにかく休ませてやってくれ。わかった。行きましょう、パトリシア。ジュエルさん、強くなりましたね。ああ、最初はぼーっとしただけの弱虫かと思っていたんだが、本当に強くなった。そうじゃな。パトリシアが負った傷を包み込めるほどの何かがジュエルにはある。ああ、そうだな。マークも過保護者な。ジュエルを大切にしてやらないといかんぞ。何を言い出すんだ。ジュエルはそんなんじゃ。なんだ、そうなのか。いや、二人はてっきり恋仲かと。断じて違う。わかったわかった、そんなにムキにならなくても。わかればいいんだ。今はそんなこと話してる場合じゃない。その通り。まずは扉に書かれたあの狂気じみた血のメッセージ、あれをどう受け止めるべきですかね。わからん。まさしく狂気じみてるとしか思えないな。警告じゃろう。これ以上逆らうなということじゃないのか。確かに。でも我々が動かなくなれば。確かに、バラ十字団の思うツボだな。動かない矢場を銃で仕留めるようなものだ。バラ十字団の最終目標はジュエルの持つシャイニングスターでしょ。シャイニングスターを隠してしまえば、バラ十字団は手が出ませんよ。そういうわけにはいかない。彼女はシャイニングスターがないと生きてはいけない体なんだ。そうでした。バラ十字団はそのことを知っておるのか。なんとも言えないな。知っていても不思議ではないが、キーンじいさんがそんなことを十字団に話すことはないと思う。ジュエルがシャイニングスターを持っていなければならないことを十字団が知らないと仮定したとするとですね、シャイニングスターの在りかを知っている私たちをむざむざ殺すことはないはずです。なるほど。あの血文字はただの脅しだと。そういうわけです。もしかしたら血文字の他にきっと彼らが残していたメッセージがあると思いますよ。そう、例えばマークの愛用のマホガニー製のその機上のどこかに何かありませんかね。うん、
見てみよう。マイクロフト、君は優秀な推理作家になれるよ。まず最初に、誰かがこのメッセージを発見することを祈ります。我々バラ十字団も争いを好む人たちばかりではありません。願わくばシャイニングスターを素直にお譲りください。ドクター・キーンは無事であることを付け加えます。シャイニングスターを譲る決心がつきましたらドイツにお迎えください。我々はあなたたちの行動を四六時中見させていただいてます。ドイツに向かわれるようであれば我々は危害を加えません。お約束します。あなたたちの英断を期待します。ただしどうやらこれは俺たちが考えているバラ十字団とは少し思想が違う人が書き残したようだな。人間らしい良心が文面から見て取れる。逆に言えば我々を安心させるための罠と考えてもいいかもしれません。この字はどうかしたのですか、龍馬。この字は覚えがある。俺の探している女がこれに似た字を、いや、この筆跡だったんじゃ。そうか、生きているのか。よかった。これでこの文の意味するところがますますわからなくなってきましたね。ただこれで道が見えたな。無論ドイツに向かおうぞ。それは早急な。俺も龍馬の意見に賛成だな。それにこっちでじっとしているなんぞ性に合わぬ。俺も同じだ。やれやれ。それではこの文の主を信じることにしましょう。話が決まればあとは行動するだけじゃ。ジュエルとパトリシアを迎えに行くぞ。そうだな。とその前にだ。ん？どうかしたのか、マークよ。部屋を片付けておこう。このままにしておくのも気が引けてな。思ったより几帳面なんですね、マーク。まあな、悪いが二人とも手伝ってくれ。ああ、お安い御用だ。何はともあれ、これで元通りだ。さあ、トレバー邸行こう。これだけ時間が過ぎていれば、パトリシアも少しは落ち着いているだろうしな。マークはパトリシアのことを考えて部屋の掃除で時間を潰していたのか。さすがだ、そこまで考えているなんて。まったく十字団の奴らめ、とんだ手間をかけてくれるわ。いやー、おかげで掃除ができたってもんだよ。何年ぶりかな、掃除なんて。僕の考えは違っているのかもしれない。Thank you.
トリシア様が戻ってきてよかった。パトリシア様が戻って…マークよ、パトリシアはひどく落ち込んでいる。理由はお聞きになられましたか、トレバー教。ああ、ジュエルが丁寧に話してくれた。しかし、なぜパトリシアだけがそのような目に。お許しください、すべては俺の。マークを責めているわけではない。すべてパトリシアの運命だと受け入れるしかないのだ。あとはパトリシアが元気になってくれることを祈るばかりだ。トレバー卿、そんなにパトリシアは塞ぎ込んでいるのですか。ああ、見るも無残なものだよ。パトリシアは今どこに。隣の部屋にいるが、私にはどうすればいいのかわからんよ。親なんて生き物はこういう時には何もしてやることができないものだ。私はなんと弱い生き物なのだと痛感したよ。なんとか慰めてやってはくれまいか。わかりました。マーク。パトリシア、気分は。ダメ。